今朝のコメンテーターは九州大学大学院准教授、瀬照久さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。えー、韓国で来月9日開幕します、平昌オリンピック。こちらをめぐって、北朝鮮が、えー、北朝鮮が主催するかのように印象付ける宣伝を展開しているという、こういうニュースがあるんですね。これどういうことか。 韓国と合意した、あの、東部のスキー場の活用ですね。え、正恩委員長の肝入りで整備された施設だけに、え、格好の宣伝材料に利用される懸念、これが強くなっています。え、北朝鮮の対、対外の宣伝サイト、朝鮮の今日というところはですね、え、南北選手団が合同入場した2002年、プサンアジア大会などの映像、これをまとめた動画を流しています。で、統一の旗、統一機 北朝鮮の国旗これは繰り返し映るものの韓国の国旗は登場しないとで韓国の朝鮮日報ぴょんちゃんオリンピック ま、これがですね、まるで北朝鮮主導のピョンヤンオリンピックと誤解される内容だと指摘しています。うん、これ、ピョンチャン、あのー、日本の漢字で書くと、正とね、書きますが、これが正しいんです。ピョンチャンオリンピック。でも、音で行くと、ピョンヤン、これ、平常と書く。ね、北朝鮮の平常。はい、これ、ピョンヤンって言います。えー、ま、似てるっちゃ似てるんですけども、えーえー、と誤解される内容だと指摘しているということなんですが、はい この北のやり方ですけれどもね。<laughs> そうですね。えー、やっぱり北朝鮮としては、はい、あの、先ほども申しましたけれども、はい、あの、韓国がやっぱりこう、オリンピックをやってですね、えー、あの、こう、とても繁栄していて、そしてあの、国際社会からも受け入れられてるっていうような映像っていうのは、やっぱり映したくないんじゃないですかね。えー、で、やっぱり北朝鮮国内で、あの、韓国の方が、えー 北朝鮮よりもひょっとしたらいいんじゃないかっていうふうに思わせてしまうと、えー、あの、北朝鮮のこう国民に対するあの正当性がなくなってしまうっていうふうに、やっぱり指導者を恐れてるんだと思うんですね。はい。ですから、このオリンピックっていうのも、あの、あまりこう韓国がやってるんだっていう印象付けないようにしようっていうところがあるんじゃないですかね。ええー。それで、なんかまあ、ちょっとこう、 えー、北朝鮮がやってるような感じで、あの、映像を流しちゃったりする。はい、で、えー、そして、あの、特に韓国の国旗ですね。はい、これ、映したくないと。<laughs> えー、なるべくだったら、この、統一旗とか、北朝鮮の旗で、はい、なんか、もう国民に印象付けたいっていうのが、やっぱ強くありますね。ええ。あの、南北合わせた、この、ね、ま、 ひろさんの青い、ね、その、えー、印象的なあの、形ですよね。はい、これが統一機になってる白地にブルーのですね。えーはいえー、まあ、それと北朝鮮の旗は繰り返し映しているということですね。はい、はい。あと、あの、金正恩委員長の肝入りで整備させたというスキー場ですけれども、はい、これもテレビの映像でおそらくご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですが、すねはい、立派なんですよね。えー、そうですね。これも急ピッチで、 作らせたっていうね。でしょうね。ええー。えー、えー、すごいな。まあ、ある意味ね。えー、えー、すごい。まあ、あの、言ってしまえば、その、命令が下ると、はい、ものすごい早い動きで、えー、いろいろ動いていくんだな。まあ、さすがですね。そういうところで,でね。ええ、ね、まあ、ただ褒められない部分がいっぱいあるもんですからね、<laughs> 北朝鮮っていうのはね。はい、はい。オリンピック前日、北軍事パレードか。 先ほどニュースでもお伝えしましたが、韓国の通信社、連合ニュースは、え韓国政府筋の話として、北朝鮮がピョンチャンオリンピックの開幕の前の日にあたります、2月8日の朝鮮人民軍創設70年に合わせ、軍事パレードを行う準備をしている兆候えこれが捉えられたと報じています。ピョンチャン郊外の飛行場で、あ、失礼、ピョンヤン郊外、平常の方ですね、ピョンヤン郊外の飛行場で、 軍人およそ1万2000人や、砲兵、大、え、砲、ー、のほうと書きますね、砲兵用などの車両、およそ50両を動員して準備が進んでいるといいます。 えー、南北関係改善、これをですね、急ピッチで進める中、軍事パレード、これが実施されたとすると、これオリンピックへの影響ってのは出てくるかと思うんですけれども、うん、節さんいかがですかそうですね。えー、ただまあ、こういうことをやるでしょうね、はい、っていう感じがするんですね。これがあの、昔のあの、 東京オリンピックですね。はい、1964年ですかね。あ、はい、の時のオリンピックの時も、あの時も確か中国は核実験をやったんですよね。あ,<ー>あの、オリンピックに合わせてという形で、えーはいえ。ですので、まあ、あの、なんかやはりこういうふうに、あの、自分たちのまあ存在というのをまあ見せたくなるっていうところがあるんでしょうね。えーはい、まあこれ半分は国内向けなのかもしれないですね。えー、の隣の国でまあオリンピックをやっていると。で、ひょっとしたらこう、あの、韓国の方 発展してるんではないか。うん あちらの方が政治がいいんではないかっていうふうに、やっぱり、あの、北朝鮮の人もどこかから、まあ、今の時代ですから情報を聞いてくると。はい、で、そういうふうになると、まあ、あの、まあ、やはりこう、うん、国民って意識っていうのが民主国家じゃなくてもやっぱり気になりますので、はいえー、そういうところで、まあ、軍事パレードでもやってっていうことになるんじゃないんですかね、きっと。ただ、その、私たち日本、あと韓国だとか、はい、アメリカだとか、はい、中国は北朝鮮に対してピリピリしてます。えー そうじゃない国というね、観点で見ると、まあ、軍事パレードやろうが何しようが、やったんだね、みたいなことなんでしょうね、きっとね。ですね。ね私たちはもう優式問題だと、こう、ピリピリしますが、実害がないというかですね、あんまり関心のない国からしてみると、あ、平昌オリンピック前に、まあ、あの、軍の創設70年でパレードしたんだぐらいなのかもしれないですよね。そうですね。ね、そうなってくると、 やはり、注目はピョンチャンオリンピックの方に行きますから、はい、えー、えー、まあ、どさくさと言ったら、なんですけれども、はい。やっちゃおうかな、なんていうことになるんですかね、これね。どう、まあ、そうですね、ねはい。ええー。いや、ただ何度も言いますけれども、まあ、日本からしてみれば、有意識問題だぞと。まあ、そうですね。ですね。はい、はい。日本人拉致、ジョンウン氏告発へ。 北朝鮮による日本人拉致は、金正恩委員長による人道に対する犯罪だとして、拉致被害者や拉致の可能性が排除できない特定失踪者の家族らが、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所に、キム氏のですね、責任追及、あと処罰に向けた捜査などに着手するよう申し立てることが分かりました。 日本人拉致に絡む国際刑事裁判所への申し立て、これは初めてです。拉致問題解決に向けた外交交渉、これが膠着状態、なかなか前に進まない、こういった中、国際司法当局に働きかけるということで、問題解決をアピールする狙いがあります。 申し立て書には北朝鮮による拉致は個人の自由を奪う強制失踪で国際刑事裁判所が規定する人道への罪に当たると、えー、明記するということなんですね。まあ、なかなか進展しない拉致問題ですけれども、聖さいかがでしょうか いや、これ、あの、うん、まだ国際刑事裁判所にこれ、はい、訴えた、申し立てをしたことってなかったんですね、ね<え>これまで。ね、あ逆にね。逆にですね。えー、あの、ですからやはり日本はこう、情報戦というか、こう、国際世論に訴えるようなものっていうのは非常に弱いですね。はい。なんかあの、まあ、この拉致問題もそうですし、まあ、あの、慰安婦、慰安婦問題にしてもですね、はい、あの、 まあ、本当にあの、慰安不条があちこちにできてしまうっていうのを見てもですね。はい、まあ、あの、国際世論。 を見方につけるっていう点ではもう完全に日本は、えー、あの負けてる感じがするんですね。確かにそうですね。えー、ですので、えー、まあこういうあの国際刑事裁判所にまあ申し立てをするっていうのは、はい、まあ本当にどんどんやってほしいと思いますね。えー、はい、えー。日本政府はですね警察当局の調べから17人を被害者認定している現状などをえー、詳しく説明した上で認定には至っていないものの北朝鮮による拉致が疑われる特定失踪 者についても記して、拉致の全容解明を目指す考えです。 え、日弁連が人権救済を申し立てた被害者も含め、500人を超える人をリスト化した資料も添付するということです。はい、まあ、一説に800人を超えるんじゃないかなね,ね。というふうにも言われてますが、はい、まあ、そんな、あの、深刻な実態をですね、国際社会に投げかける意味は大きいとして、特定失踪者問題調査会の荒木代表、最高尊厳の金正恩氏への責任追及、北朝鮮に 極めててて強いいプレッシャーをを与えると話しししまますすこれ申立やはり北朝鮮はプレッシャーかかるんでしょうね。いや、かかると思いますね。えー、それに、まあ、500人とか800人とかですね、はい、それだけの数がやはり拉致されてるということを、えー、まあ、あの、外国は知らないと思うんですね。ですので、まあ、そういう状態にあるんだということを知らせて、えー、で逆にですね、じゃあ、日本はなんで黙ってたのっていうことは言われるかもしれません。 ですけれども、まあ、これはあのプレッシャーに大いになると思いますね。はい